皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日7月8日の県内新規感染者数は1034人ということで、7週間ぶりぐらいに1000人を超えてしまいました。1週間では約4500人ということで、1週間前の2倍の急激な増加となっています。はい。で、県では毎週ゲノム解析という方法でオミクロン株の BA1 水色、BA2 オレンジと調べてまいりました。6月ぐらいまでは BA2 が多かったんですけども、最近急に BA5 が置き換わってきて、今日は約半分以上が BA5 と BA4 となっています。 BA5 というのはオミクロン株ではあるんですけども、BA2 これまでの株と比べて移りやすさが 1.1 から 1.3 倍ぐらい、また重症化しやすいかどうかは BA2 よりも重くなるとはまだ分かっていません。そしてワクチンで作ってくれた抗体が BA2 に比べて効きにくい、またこれまで BA1 や BA2 にかかった方ができた抗体も効きにくいということが分かっています。今 BA2 から5への置き換わりで急に患者さんが増えています。ですので3回目4回目接種の順番が来た人はぜひ接種を検討してください。また食事中などでマスクなしでお話しする時間や相手人数を極力減らす、またエアコンで閉め切らず定期的に人が集まる場所での換気をお願いします。